どうも影です。今日はですね「心はころころ変わる」ということについてお話しさせていただきたいと思います。まああのー、こうね楽しいことやね嬉しいことがあった時はね、えー、その気持ちというか心をね、えー、楽しめばいいんですよね。その気持ちにそのまま受け取って、えー、味わえばいいんですけども、あのー、まあ 落ち込んだ時とかですねショックを受けたりする、えー、ことがまああるかと思いますまあない方はなかなかいないかなというふうに思うんですけどもでそういう状態心の状態っていうのは結局ずっと続くことはないんですねずっとねでずっと続くのはちょっと心の病気になっちゃうんでね、えー、そのずっと続くことはなくて、えー、また 気持ちがが変わるるいうことがあるんですよねだから、えー、心というか気持ちっていうのはそのちょっとしたことでまたコロコロ変わるっていうことですね。でコロコロ変わるんやと心というのは気持ちというのはコロコロ変わるちょっとした刺激でちょっと変わっていくんやっていうことを、えー、自分の中で意識しておくんですね。えー 心ととというのはコロコロロ変わるんやと意識しておくとです、ね、例えば不安な気持ちになったりとかですね、えー、なんか落ち込んだりした時もね、えー、この気持ちはコロコロ変わるまあちょっと余裕がないかもしれないんですけどもこれもね意識することとか訓練することによってそういう気持ち持っていけるんですけどコロコロ変わるし今はこうやけどまたもうちょっとしたら変わるわということであったりとかですね、えー、その変わるためにね何、えー、かするとかですねなんかそのために自分はこうする とかね、そうういいいいこととをしてくんですよねだからその気持ちを上げるために音楽そういうための音楽を聴くとかですね、えー、人と会話することでもいいですし人に聞いてもらうことでもいいですしそういうことで変える。 まあ、手段も、えー、覚えていくのもいいかもしれませんしそのコロコロ変わるっていうことをね気持ちとか心っていうのはコロコロ変わるいうことを、えー、覚えておくと、えー、そういうもんやというふうにこう、えー、認識しとくことですねそういうことがこう大切になるかなというふうに思います。ということでですね「えー、心はコロコロ変わる」ということについてお話しさせていただきました。ということで今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます。